皆さんこんにちは、アニアセヨ編集長マジです。今日はなんと重大発表があります。今までもですね、ちょくちょくと匂わせをちょっとさせていただいていまして、コメント欄ではですね、結婚発表からみたいなのとかもいただいたりしてたんですけど、大丈夫です、結婚ではございませんということでですね、本日の重大発表に移っていきたいと思います。今回の重大発表はなんと、この度アパレルブランドを一から立ち上げることになりました。ということでですね、インスタグラムだったりツイッターとかなんかちょいちょい匂わさせていただいたんですが、この度なんとエトリブという新しいアパレルブランドを私たちで一から立ち上げることに決めました。本当にこう企画構想から、どんな記事にするかっていうところまで全部考えてアパレルブランドを立ち上げるっていうことを今行ってるんですね。今回そのアパレルブランドのクラウドファンディングを行うことになりました。なんでそれをやろうと思ったのかなっていうところをちょっとお話しさせていただきたいんですけど、今私がトゥースというコミュニティを運営していて、そこにはこう韓国好きのみんなが集ってるコミュニティなんですよね。で、そこでみんな韓国を仕事にしたいとか、韓国でカフェやりたいとか、みんなが持ってる夢の中で一番多かった夢、それが自分でアパレルブランドを持ちたいっていうことだったんですよ。それでみんな夢では持ってるけど、具体的にそこの計画みたいなところってどうなのかなって考えた時に、なんか漠然と夢ってだけあって、叶える場所っていうのがあんまりイメージできなかったんですよね。でも力を合わせればできるんじゃないっていうところに行き着いて、でもその夢もう今叶えようっていうことで、エトリブという新しいブランドを立ち上げるっていうプロジェクトがスタートしたんですよね。スタートはしたものの、もう本当に、ブランド作ったことある人いないし、そのお洋服自体も作ったことある人いないし、何か工場だったりいろんなところとつながりがある人がいるわけでもないしっていうところで、どうしようっていう場面がもう本当にたくさんありました。約4ヶ月前にそのプロジェクトがスタートしたんですけど、毎週毎週集まってミーティングして、で、記事もこれがいいあれがいいとか、ロゴの位置どこでこうでとか、そのブランドコンセプトどうするというところまで本当に考え尽くして出来上がったのがこのブランドになります。で、何よりもこれ私だけ突っ走ってやってるっていうわけではなくって、本当にいろんな人の手によって作られているのがこのブランドになります。じゃあこのブランドコンセプトを考えるときにどうしようかなって思ったときに、夢を追う若者が背中を押してもらえる、そんな一着にしたいなっていう思いがありました。なのでエトリブっていう名前もいろんな人の思いを乗せて、輝かしい気持ちだったり、それが集まって大きな一つのブランドになるっていう意味が込められていたりとか、私たちってこう住む場所も年齢もバックグラウンド自体もすごくバラバラなんですけど、そんな年齢も違うけどお洋服が好きっていう思いだけで集まったこう私たちがこう一からアパレルブランドに挑戦するっていうところで、もう本気でこの4ヶ月間やってきました。で、もうミーティングでも本気すぎてもうみんなが泣くっていうで、私たちとしてはシンプルだけど上質なものを届けたいっていうのが軸にあるので、そこもローンチ前にこれだったら上質なものを届けられないよねっていうことで、本当に一からやり直すとかもあったんですよ実は。でもそれぐらい本当にこだわって本気で作りました。インスタのコメントとかでも、そこそれどこのですかって聞いていただいてたのがあると思うんですけど、それがこれです。今着てるこれがクラウドファンディングで販売させていただく商品になります。でも本気で取り組んで作った渾身の一作となるので、シンプルかつ上質っていうところをぶらさずに、どんなシーンでも溶け込めるような、そんなお洋服が出来上がったんじゃないかなと思っています。で、ここで商品の紹介をさせていただこうかなと思います。で、まず一つ目が今着てるこのパーカーですね。サイズ展開も豊富で、どんな風にでも着ていただけます。で、今私がこのホワイトを着てるんですけど、ホワイトとブラックの2色展開です。で、こだわりポイントが、ここの紐もだいぶ固めな紐になっていたりとか、フードペチャンってなっちゃうのとかもあるじゃないですか。いろんなファッションに合わせたりとか、立体感を出したいっていうところのこだわりがあったので、こうね、ちょっと立つっていう、ここもね、かなりこだわりポイントになってます。続いてはこちら、ロンティです。もうこの冬秋ここからの季
視察大活躍するであろうロンティーは、エトリブのロゴがちょっとシールっぽくなっているのが、これわざとなんですけど、特徴となっている商品です。ロンティーはベージュとホワイト、ブラックの3色展開になってまして、このベージュがめっちゃ可愛いんですよ。多分めっちゃ人気出ると思う、これ。そして3つ目は半袖 T シャツです。これめちゃくちゃ使えます。ブラックとホワイトの2色展開になってて、ちょっと大きめを買っていただくと、女の子だったらワンピースっぽくも着れますし、タイトめで着てもめっちゃ可愛いです。で、私は164センチなんですけど、 M サイズちょっと大きいかなぐらいなんですけど。そして最後ご紹介するのはキャップです。こちらももう超お気に入り。だいぶね、こちらもね、こだわりました。私がキャップ好きなので。これから冬にかけてアクセントの一つとして帽子かぶりたい時ってないですか？で、私自身ずっと黒キャップかぶってて、これはグレーなんですけど、絶妙な色が作れたと思ってます。スポーティーに合わせていただいても可愛いですし、女の子だとスカートとかに合わせてもすごく可愛い一作になるので、ぜひ皆さんにもですね、かかぶっていただきたいなと思ってます。で、こちらのキャップは、紺とグレーとブラックの3色展開になります。もう全部おすすめすぎて、もう何をどうおすすめしたらいいかもうパニックなんですけど。で、特に私がここからの季節でおすすめしたいのが、このパーカーです。エトリブのメンバーも、もうなんか、それ毎日着てますかっていうレベルで着てるぐらい、もう本当にみんなおすすめしてるものの一つがこのパーカーになるので、ぜひお揃いしましょう。で、もしサイズ感とかのご質問とかあれば、ぜひクラウドファンディングも公開されておりますので、そちらの方でご確認いただけたらなと思います。今紹介したお洋服たちっていうのは、本当に年齢問わず幅広く着ていただけると思います。見てくださってる皆さんの中にも、いやーでもちょっと私にはっていう方、思っている方きっといると思うんですよね。そんな方だからこそ、ぜひ袖を通してみていただきたいなって思います。トレンドを取り入れたとかではなく、本当に究極のシンプル、誰が着ても似合う、どこで着ても誰とでも似合うっていうところを一番ポイントとして置いているので、どんな世代の方にも袖を通していただけるんじゃないかなと思っています。このエトリブの特徴としては、本当にこう若者を応援したいっていう気持ちで作ってはいるんですけど、応援する気持ちは年齢関係ないと思っていて、でぜひこう若者を応援したいとか、みんなの夢を叶えたいって思ってくださる方にぜひ応援していただきたいなと思っています。で、このプロジェクト、これを立ち上げるんだったら、もう本当にもう人生かけてやりたいなっていう風にすごい思っていて、だからこそこだわったし、だからこそメンバーともすごい議論しながらこのプロジェクトを進めてきました。このプロジェクトを通して、誰かの何かの希望になれたら嬉しいなっていうのももちろんなんですけれども、みんなの夢が叶う瞬間でもあるんですよね。その夢が叶った時って、ここからがスタートにはなるんですけど、そのスタートを切るために、こう皆さんのお力を貸していただきたいなっていう風に思っています。もう私たちもこう自信を持って世に出せる商品が出来上がったなっていう風に思ってるので、ぜひ皆さんのお手元に届いて袖を通していただけたら嬉しいなと思っています。いや、大丈夫かな、これ伝わったかな。なんかだいぶ思いが溢れすぎて、もうバーッと喋ってしまったんですけれども、エトリブというアパレルブランドをクラウドファンディングスタートいたします。11月の1日からスタートとなりますので、皆さんぜひサイトの方を覗いていただいて、ご支援のほどよろしくお願いします。こちらは目標達成金額なんと100万円となっております。リターンはいろんなリターンをご準備しておりますので、ぜひご検討の上ご支援のほどよろしくお願いします。で、こちら目標金額絶対に達成するんで、達成したらぜひエトリブのね、プロジェクト関わったメンバー、トゥースのメンバーも一緒にお祝いをできたらいいなっていうのと、応援していただいた資金の使い道は、広告費と EC サイトの構築費に当てさせていただきます。本当にもう全力で夢を叶えたいなと思っておりますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。で、詳細に関しましては、概要欄にキャンプファイヤークラウドファンディングのホームページですねに書いておりますので、ぜひそちらをご覧ください。もうメンバーのですね、私も含め、もうめちゃめちゃいい写真たちがいっぱい上がってますので、そちらも楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。ということで、本日の重大発表は、アパレルブランドエトリブを一から立ち上げますというご報告でした。これからも皆さんどうぞよろしくお願いします。ということで、この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録と高評価お願いします。そしてインスタグラムとツイッターと TikTok もやっておりますので、ぜひ遊びに来てください。それではまたお会いしましょう。アンニョン。自分好みの服が見つからない、似合う服がわからない、本当に欲しい服に出会えない、
それなら私たちが作ればいい。上質でありながらシンプルなデザイン、誰でもどこでも誰とでも着られる、それがエトリブ。ファッションは自分を着飾るものではなく、自分自身を生かす一つの選択。さあ、夢を叶えよう。エトリブ by トゥユース。